はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのこのサンゴ水木をね使ったアレンジメントを久々に作っていきたいと思います。使う花材はこういうようなね、こういうような花材を使ってやっていきます。まあちょっとまだ6月ですけど、ちょっとシックな秋っぽい、まあ秋っぽいってほど秋っぽくなるかわかんないんですけど、イメージのアレンジメントにしていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はねこちらのこの器を使ってアレンジをしていきます。やっております。まず最初にサンゴ水木を刺します。アレンジをする大きさに合わせて、まあ、このサンゴ水木はアウトラインになってしまうので、アレンジする大きさを見極めてですね、見極めて刺していきます。はい、次にこのモンステラを入れていきます。はい、このようにちょっとこう挟み込むような形でモンスを入れていきます。1枚は表、1枚は裏を見せています。この辺りのテクニックは N フラワーの会員サイトの方法をご覧ください。より詳しい情報が載ってます。どうぞ。はい、次にこのドラセナのレッドをこのように1枚だけ長くして、あとはこのように短くして、短くした方は巻いて刺していきます。巻くも N フラワーの会員サイトの方を見てください。詳しく載っています。はい、このように巻いたドラスナをアレンジに刺していきます。長くしたドラスナは斜めに刺します。1枚このように短めのドラスナも1枚このような巻かないドラスナも入れていきます。で、ここでこのアンスリウムをね入れていきます。はい、このような形になります。次にこの赤バラをポイントに入れます。はい、赤バラが入りました。ここでこのちょっと黒いブラックのカラーを入れます。はい、ブラックのカラーが入りました。最後にこのグリーンのトルコキキョウで根元を埋めていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。なかなかね、このアンスリウムもちょっとワインレッドっぽいアンスを使って、白いカラーを使って、でまあ、暗くなりすぎてもいけないんで、グリーンのライトグリーンのトルコキキョウを使っています。ぜひね、まあ、ポイントはこのサンゴ水木のアウトラインですね。これが全体の形を使って、刺します。まあ、こういうのは最初に入れたサンゴ水木で形がしっかりと決まっているので、そこのところをよく考えて最初にサンゴ水木を入れてください。まあ、他の枝物でも美味しいです。ではまた次回のアレンジメント花束を作っていきたいと思います。また次回お会いしましょう。